ですが、東京 FM から生放送でお届け中、ルーミールーミーのろかよです。ここからはゲストの登場。今夜はこの方が来てくださっております。お名前をどうぞ。こんばんは、山本さやかです。よろしくお願いします。ちょっとさやかちゃんありがとうね。先日ぶりです。ありがとうございます。先日ぶりなんすよ。でいろんな先日ぶりがあるんですけど、はいはい、まずですね、さやかちゃんは私、うん、3月23日にライブ行かせていただきまして、はい、NHK ホール、ありがとうございました。めちゃくちゃかっこよかったんすよ。心から、心の底からもうね、私一緒にお友達と一緒に見に行ったんですけど、すげーみたいな、そうですよね。そう、多分そのね、私たちの隣にいた方もさやかちゃんのお友達だったかちょっと分かんないんだけど、はいはいはい、お友達だと思うんだけど、はい、お知り合いの方なんか、はぁーみたいな、なんかみんなもうみんなマジでもうね、食い入るような、なんかね、すげーみたいな感じで見てた感覚が感じたんだよね。本当ですか。自分が一番そう思ってんだけど、私さやかちゃんって、まあ、後でご紹介するんだけど、まあ、はい、ゲームイベントで最近一緒になって、はい、で、まあ、まあ仲良くって言っていいのかちょっとわかんないですけど、いいですか、仲良くさせてもらったんですけど、ライブに行くの初めてだし、うん、なんならソロ活動してるのは全然見てたし、うん、応援も、心の中で応援はしてたんですよ、はい、だけど実際に見に行ったことがなかったんで、はい、ギターの弾き方、歌い方、はい、なんであんなかっこいいの。嬉しい。めちゃくちゃかっこよかったわけ。そうですか。で、今流れてる曲、私一番好きなんですよ、はい、で、ライブでやってくだされ、やってくだされみたいな感じで、やってくだされの感じで行ったらちょっと聞いて、ギターかき鳴らしてザーって出てきた山本さやかちゃんが、はい、今度これでめちゃくちゃ踊ってんすよ。そうなんですよ。めっちゃかっこいいわけ、それが。うわ、私ってもう本当になんか、なんだろう、なんか後ろにのけぞっちゃうぐらい、はぁーって、すげえやこれって、リアクションがありがとうございます。マジでかっこよすぎた。なんだろうね、なんか多分ね、本当にみんなが応援し、応援してるっていうか、なんか本当好き、まあ、うん、ファンの人ってそうなんだけど、うん、NHK ホール全体が、うん、もうなんかさやか様の歌声をかっこよさを見にみたいな、応援したくてみたいな、なんかその気持ちを感じて、マジでかっこよかったよ。やっぱ多分こう初めて見たが、見ていただく人とかって、うん、その私のライブのイメージがあんまりないと思うので、なんかそのギャップはあるかもしれないです。なんか意外となんかオラオラなんですねとかも言われたりとかするんで。いや、でもオラオラだけど、なんかファンの人置いていかない、全部拾って帰ってくれるっていう感じ。なんかね、そんな褒められたらもう。いや、これ、ありがとうございます。気持ち悪いかもだけど、本当に素敵だったんだよね。いや、もう本当嬉しさしかないです。嬉しい。もうね、喜びだったわけ。なんかこんなことできる人が、本当私なんか言うの、本当、はい、自分なんか生意気なんですけど、いやいやいや、もう何ですか、48出身でこんなにできる人がいるってマジで誇りだなって思った、はい、もう素晴らしかった。ぶっちゃけアイドルのさ、まあ、イメージ、生で見たのはアイドルのイメージしかなかったのと、うん、まあ、ダンスもできるの知ってたし、はいはい、ライブでやってるのも知ってるけど、やっぱ実際みんな違うね。ちょっとめっちゃ長いこと喋っちゃったんだけど、いや本当にありがとうございます。マジで良かったんだっていうね、うん、のがあったんですけど、はい、まあ、ちょっとすいません、こんだけ話しちゃったんですけど、ちょっとさやかちゃんの、はい、若干のプロフィールといいますか、シンガーソングライター山本さやかさん、1993年生まれ、大阪府出身、2010年に NMB48 に加入、2016年からシンガーソングライターとして活動を開始、現在3ヶ月連続リリースの第1弾ノクタール、第2弾ブルースターが配信中。あ、ノクターナル、ごめんなさい、失礼しました、ノクターナルで、さらに、動画配信用プラットフォーム Twitch でもアカウントを開設し、定期的にゲーム配信をしてらっしゃいます。で、このね、ゲーム配信なんですけど、私たちのつながりって、まあ、ゲームなんですよね、実はね。はい。意外と。そう、意外と。最近。いや、最近。ですね。去年ぐらいに、まあ、一緒にイベントに出て、それも狩野英孝さん主催のね、栄光カップっていうのがあるんですけど、デッドバイデイライト。はい。で、さやかちゃんも好きだって、その時初めて知っちゃったのよ。初めてだったの、私も。はいはいはい。私も多分初めてだったと思うんだけど。そうですね。ね、意外と私もゲーム、最近なんだけど、ね、何年か前なんだけどさ。さやかちゃんってすごい昔からゲーム好きなの。
でもゲーム自体はずっと好きなんですけど、そのやるなんかゲームのなんていうんですか、うん、ジャンルは、うん、結構まあ昔とは違うなっていう感じはありますね。そうなんだ、はい、でもなんかあの大会とかも出てるって。そうですね、なんか出させていただいくことが増えました。すごい、ね、それゲームの名前言っても平気だよね。あ、全然大丈夫です。エーペックスでしょ。そうですね。いや、すごい、まあ、知る人ぞ知るエーペックス知る人ぞ知るデッドバイデイライトなんですけど、デッドバイデイライト、めちゃくちゃ。それで、で、1回目は、まあ、なんか会場で会ったぐらいなんだよね。はい、はい、はい。で、2回目、同じチームになったんですよ。はい。で、練習段階も結構、あの、楽しくてね。そうですね。何日もやらせてもらって。ね。私さ、こんなに、あの、普通に喋る人だと思ってなかったから。その時もね、言ってくださったんですけど、どんなイメージだったんですかね、私。なんか、今、私がさ、こうやってさっきみたいにさ、はい、ノクターナルとか言ってもさ、はい、ノクタールって言ってもさ、はい。って黙ってらっしゃるんですけど、なんかすごいさ、ぐっとこらえ、なんか、私だったら、いや違いますよって言っちゃうんだ。ああ、なるほど。何もなくさ、はい、なんかぐっとこらえ、なんつうの、芯が座ってんの、なんなの、胃がなんか下の方にあるの。それはそうかもしれないですけど、多分私じゃない、どなたかが訂正されるのかな、どうしようかな、みたいな。それがさ、冷静。空気になってすいません。冷静な感じがして、なんか喋んない感じの人なのかと思った。ああ、でも全然。違うよね。喋りたいです。ゲームを普通に何回かやってる時も、はい、すごい面白かったよね。普通に喋ってたよね。ってことで、はい。まあ、あの今日ね、ゲームつながりで仲良くなった私たちということなんですけれども、うん、まあ、あのメッセージテーマもきっかけはゲームでしたってことで皆さんにいただいてるので、はい、ちょっとぜひ一緒に聞いてもらっていいですか。はい、ラジオネームいざよいさんからいただきました。いざよいさん、はい、のんてぃ、ゲストのさやかちゃん、こんばんは。こんばんは。最近ゲームきっかけで、夫との動画視聴の趣味が初めて一致しました。そのゲームは栄光カップ チームチクノボ打ち上げ配信の迷宮校舎です。2人ともホラー関連は苦手ですが、さやかちゃんのツイッチ配信で大爆笑して、その後ノンティのイノシシチャンネルも発見してありがとう、他の方の迷宮校舎まで見ました。ホラーゲームも面白いことを教えてくれてありがとうございますということです。受けたね、これ。ホラーゲームって配信映えしますよね。配信映えするな、そういうことね。ちょっとノロさんは割とあたふたされてました、ね、いや、私本当に慌てちゃうんすよ。でも、さやかちゃんはゲーム内だと私のお姉さん的存在なんですよ、ね。だから私そこギャップでしたね。なんか、ノロさんそういうのも全然堂々となんか何でもかかってこいやかと思ったら。全然なんですよ。可愛かったです。あー、すごいいいこと言う。ありがとう。ちくのぼさんっていうね、はい、ゲーム配信者と、レプチンさんっていうゲーム配信者さんがいて、はい、で、その4人でチームだったから、はい、まあ、打ち上げお疲れ様って、うちら優勝したんだよね。ね、その栄光カップで。そう、栄光カップで優勝して、今度お寿司、今日お寿司でご飯行くんですけど、はいね、その打ち上げで、迷宮校舎っていうゲームをみんなでやろうじゃないかって言って、ワイワイやったんですけど、うん、まあ、私はドジで、で、3人が引っ張ってってくれて、なんなら最後なんか私切り捨てられたぐらい、なんか、見捨てられちゃった感あるけど、ちょっとどういうことあれ。いやいや、大丈夫そう。ちょっと足手まといだったかもしれないですね。ひど。そんなこと言うなよ。ありがとうね。ラジオネームヒロさん。野呂さん、ゲストのさやね、こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとうございます。僕はプロ野球スピリッツエースというスマホゲームで交友関係が広がりました。もともと野球好きで横浜ファンというのは公言していたのですが、学生時代のある日、授業の合間に少しだけと思いプレイしていると、プロスピやってたの？フレンド登録するから ID 教えてと後ろから話しかけられました。その子とはゲーム関係なしで仲良くなり、今でも交流があります。思えば元カノと仲良くなったきっかけもプロスピだったな。苦笑いっていうことです。お疲れ様です。実際さ、さやかちゃんはさ、うん、そのゲームからの友達みたいなのっていらっしゃるの？全然あります。あ、そうなんだ。はい。それ芸能系とかも関係なく？関係なくですね。うんうん、あ、そう。ゲームによってもやっぱこうなんかやられてる方の層も違ったりとかするじゃないですか。うん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 、なんでこのゲームでこの人ととかはありますね。うんうん、あ、そうなんだ。うん、じゃあ、Apex と Dead by Daylight と、うん、他になんか常にやってるみたいなものってある？常にです。常にで言うと、そうですね、最近あんまやってないですけど、うん、あのスイッチ系だとスプラトゥーンとか、あとかですかね、結構やってたのは。あ、そうなんだ、はい、でもデッドバイデイライトもそんなにやってないって言ってた頃から、はいはい、その2回目の栄光カップまでの上達がすごいみたいなことをみんな言われてたよね、はい、みんな。本当ですか？言われてたよ。やり始めたら結構突き詰めるタイプではあるんですけど、うん、ね、いや素晴らしかったよ、
本当に私なんて試合の中の一つ速攻で死んでた時は、いやでも私もありましたからあれは半分でね、助け合いでね、うん、頑張ったんでね、素晴らしいんですよ、助け合いもできちゃうこの方なんですよ本当に私はもう尊敬しております、ありがとうございます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。この後はキラキラのお時間、今日はあえてアナログゲームで山本さやかちゃんとキラキラします。東京 FM から生放送でお届け中、ルーミールーミーのろかよです。今日はゲストに山本さやかちゃんを迎えしてお届けしております。お願いします。お願いいたします。さあ X、 はい、ということで野呂さん RGB 東京見に行ってくださったの、私今日キーホルダー持ってます。 あ本当ですか。はい、そうか、確かに知らない、みんな知らないですもんね。そうか、そうなんですよね、うん、私行ってまして、うん、で写真を撮りたかったんです、それで SNS になんかちゃっかり上げようと思ったんですけど、はい、ちょっと時間が あれでいけな撮れなくって、はい、でちょっと言うタイミングを忘れてないです言うタイミングがなくなってしまったんですよはい、はい、すいません。あ、打ち上げ配信の迷宮校舎、さやかちゃんが野呂さんにいたずら仕掛けたりしててめちゃくちゃ笑ったちょっとなんかもたもたされてたんでなんかね、もう私のことグズ扱いするんですよさやかちゃんが、ということでさあ、この時間みんなの明日をちょいアップでするコーナーをお届け、火曜日はキラキラのお時間、あ、ごめんなさい、すごい、ごめんなさい、毎日に必要なエッセンスでもあるキラキラ、そんなキラキラ成分を学んで明日への活力にしましょう。今夜のキラキラトピックは、アナログゲームでキラキラ、音楽ゲームのド定番イントロクイズに挑戦。おー、まあオンラインゲームで仲良くなった私たちですけれども、うん、音楽と知識さえあればできる超アナログゲームとも言えるイントロを使ったゲーム、クイズイントロドンに挑戦いたしましょうということで、曲はね3曲用意しているんですよ、うん、なんで2ポイント取った方が勝者となります。はい、いけますか。はい、どうですか、今ちょっと猪木さんやったんですけど全然、あ、ごめんなさい、ちょっと全然見逃してるやん、全然わかんなかったです。言えますかよしなんかそれさ、ゲームの時もなんかやってたよね。え、やってましたっけ。なんか配信の時もなんかすごい、あ、なんだみたいな、あ、なんか小島さん、それはじゃないや、あ、山本さんなんだみたいな、野呂さんがね連発されてたんで、さやかちゃんもやってくれてた、個人的に好きです、それ私も好きだはい、すいません。ということで、じゃあちょっとイントロ、私はもう今浜田歌謡祭っていう番組でイントロはめちゃめちゃやってますから、あー、ありますね、はいはいはい、はい、なんでもごめんなさい、勝ちます、すいません。まあでも私も音楽やってるんでね、負けられないですけどねそういう、その人には負けちゃうかもしれないさあ手元にピンポンがあります、はい、お互いに、なんでこれを押してクイズ参加したいと思います、はい、では参りましょう。山本さやかと野呂佳代が挑戦するクイズイントロドン。うわ、え、はい、野呂佳代です。え、早っ。でらららだらだらららららプリッ、あ、グッバイ、グッバイ、うわ、ブッブッ、あいいですか、オフィシャルヒゲダンディズムプリテンダーちょっとひどっちょっと待ちなありがとうございます。あんたちょっと待ちなね。いや、これはわかりますよね。なんで、なんかね、なんかオフィシャルヒゲダンディズムが、はい、なんか全然出てこなくて、なんかグーの音も出ないみたいなグーの音も出ないがずっと頭にあって、でプリテンダー、私もその現象が心配だったんですよ今曲分かっても出てこないかもと思ったら野呂さんがそうなってました今何グーの音も出ない、わからん、意味わかんない、ね、プリテンダーね、プリテンダー、こういうことやるよね、こういうやつやだよね、なんかイントロでさ、うん、いいねっていうかさ、まあ可愛いなってなるけど、さあ行きましょう。すいません、自分で解決した、全部ちょっとうっかり言っちゃったと思って今。さあ、さやかちゃん1ポイント。よし。それでは参りましょうか。山本さやかと野呂佳代が挑戦するクイズイントロドン。うわ。はい、野呂です。はい。松剣サンバ、松平健。3。え、すごー。え、本当にすごいですね。この曲作った人ですか。作ってないです。え、すごい。え、今すごくない。あ、これ多分もう浜田歌謡祭だ私。あ、すごい。え、松
平健さんあってんすか。あ、マツケンサンバ2だそうです。あれ、あ、ワンもあるんだ。たたけぼんご響けサンバ。強いですね。いや、強い。ちょっと楽しすぎる。イントロドン楽しすぎる。いや、次でもラストですよ、ね。ラストですよ。早い。ツケンサンバさあ、参りましょう。山本彩花と野呂佳代が挑戦するクイズ、イントロドン押せるよ、私。ええ、わかんない。わかります。え、これはあれじゃ、あれですよね。押しなさいよ、じゃあ。え、押して、押してごらん。押す、押す。押してごらん。押してんですか？押していいでしょうよ。じゃ、クイズ。あ、じゃあ。イントロドン。はい。はい、じゃあ、え、え？ AKB48、はい、会いたかった。そうでしょうよ。え、違うの？なるほど。びっくりした。今のは早く言ってよ。ノンティーの初めてであり、最後である選抜の曲じゃない。最初で最後？そうだよ。がこの曲なんですか？あ、そうなんですね。そうですよ。え、でもこれはもうさ、はい、すぐだよね。でもそうなんですよね。こればっかりはもうね、何回聞いた？NMB の。何回やったって感じですからね。何回やったんだよね。最後選抜だから、いろいろやることもあったと思いますけど。ちんちん。私最近ずっと思い出すことがあって、はい、ちょっと音楽のボリュームを下げてもらって。私、神妙な365日の。あ、もう危ない。危ない。もう危ないですね。365日の紙飛行機。はい、当てます。危ない。マーチになっちゃうとか。そう、すぐマーチって言っちゃうね。すいません。あれ、すごいいいと思う。ペラペラやった。中身。あれのさやかめっちゃいいと思う。ありがとうございます。あれ、なんならさやかちゃんしか思い浮かばない、最初。ああ、私も会いたかったもん、ののさんしか。嘘つけー。はい、嘘。嘘です。いやいやいや、嘘です。センターですよね。嘘です。センターじゃないです。あなた正解だわ。センター正解。そんなわけないだろ。端っこの方でした。いやー、よかったよかった。いや、正解ということで、もうノンティがもう大負けよ。大負け。いやということで、正解は、正解はじゃない、勝者は山本彩花ちゃんでした。まあだからといって何もあのプレゼントはないんですけど。ないんですね。はい、なんでちょっとこのお菓子ボックスにあるあの食べかけ、なんか食べかけの、誰これ誰。見たことないですけど、食べかけのグミいただきます。じゃあ誰のかちょっとわかんないですけど。はい、ということでこの後もまだまだ山本彩花ちゃんと一緒にお届けします。はい、彩花ちゃん、じゃあ勝者の一言があってから、はい、行きますし、はい、CM にどうぞ。とったどー。そうっす。東京ウェブフェン、ベイビー。さあ、東京 FM から生放送でお届け中、ルーミールーミーの野呂佳代です。今夜はシンガーソングライター山本彩花ちゃんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そしてね、今日のおしゃべりテーマ、きっかけはゲームでした。で、1枚紹介します。GK 仏さんからいただきました。こんばんは。初めてメッセージします。うん、おどす。ポケモン GO がきっかけで今の彼女と付き合い始めました。基本的にはリアルで遊ぶゲームですが、遠隔で他のトレーナーと一緒にポケモン、ボスポケモンという と戦うシステムがあって、それに何回か一緒になったところからお互いに意識するようになりました。二人ともトレーナーネームでツイッターをやっていたので、そこでつながりやりとりを重ねました。彼女は中国地方に住んでいるので遠距離。初めて彼女を羽田空港に迎えに行った時は、本当に来てくれるか、寝かまじゃないのかと心配しました。ただ、実際には彼女は来てくれて意気投合。遠距離恋愛を続けて2年余りになります。こんなことが本当に起きるなんて人生ってわからないですね。へぇー。いかがですか、山本さん。最初、もう会う前に付き合ったんですね。ああ、そういうことになるか、ね。付き合ってから確かに招待するってすごいですね。時代や。ねえ、確かに。うん、どうなの？さやかちゃんはそれ、あり得る？でも、最近もね、うん、あの、いらっしゃったじゃないですか、そのカップルが、西野七瀬さんと山田由紀さんとか、うん、もうきっかけゲームだったみたいな。そうなんだ。ね、ああ、そうなんだ。ありますよね。ねえ。いやー、
わからんですよ。わからんですよ。わからんですよ。っていう、何がわからんですよなのか。ちょっとこちらもわからんなんですけれども。さあ、ということで、山本彩花ちゃん。ちょっとこちら、彩花ちゃんのお話に戻りますけれども。はい、これアイドルとして活動しながら2016年にソロシンガーソングライターとしてデビューされて、はい、で、その当時と今ちょっと曲作りにどんな変化があったのかなと思いまして、どう、そうですね、変化、結構でも最初はロックが好きだったので、ロックの曲とかも思ってたんですけど、最近は結構なんか自分のこう音楽作る上でのモットーじゃないですけど、みたいななんかジャンルレスっていうのがあるので、もう結構なんかやりたいと思った音楽全部やるみたいな、何でもやろうみたいな感じで、その瞬間その瞬間作りたい曲作ってるって感じですね。でもさ、その、あの、現在3ヶ月連続リリースの第1弾、はい、ノクターナル。ノクターナル第2弾ブルースターが配信中であるじゃないですか。はい、これ連続リリースってやっぱ分からないこっちからすると、やっぱ作るの大変なんじゃないかなとか、こういうテーマがあってやりやすいのかやりづらいのかとか、さやかちゃんだからこそ聞きたいみたいなところがちょっとあって、教えてほしいなと思って。なんか私はそのなんかやっぱこう目的があるというか、方がこう自分追い込んでやれるので、まあ3ヶ月連続で出すぞって決めたからにはやるみたいな感じなので、むしろそっちの方がまあ楽しいというか感じでやりやすかったですね。でもさ、普通にじゃあ普通の曲をリリースするとして、で自分で作るじゃない、はい、で作った後にどん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 こう、これでいいのかな、これでいいのかな、みたいなことってあったりするの？全然あります。あるんだ。なんかやっぱずっと誰よりも聞いてるので、なんかこう、客観視できなくなってくるので、もうそれはもうバンバン周りの人にスタッフさんとか聞いて、決めていきますね。まあそういうご苦労もね、あるかと思うんだけれども、はい、まあということで、まあ現在、3ヶ月連続リリースの第1弾。はい、ノクターナルと第2弾ブルースターが配信中と今も言いましたけれども、はい、ここでちょっと聞いて曲を聞いてみようかなと思います。はい、曲紹介をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、あれ、これは、あ、じゃあ、ああ、すいません、いいですか、はい、この、すいません、12ページに、あ、すいません、ではその第2弾の楽曲聞いてください。山本彩花でブルースター。さあ、お送りしたのは山本彩花ちゃんでブルースターでございました。ハッシュタグありがとうございます。ルミルミにはさや姉の歌声が好きだわというポストたくさんございますけれども、はい、なんと彩花ちゃんアジアツアーが決定しております。そうなんです、5月6月と、上海、広州、台北の3カ所4公演やらせていただきます。いや、ずんずん広がって、ずんずん応援しがいがあるってもんで、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ、ということで東京 FM 生放送でお届けしてきましたルーミールーミーお別れの時間でございます。明日はね、ちちゃんのルミルミゲストにぼる塾のあんりさん、はるかさん、田辺さんが登場でございます。おしゃべりテーマはこれ褒めてください。ミーアイからのスペシャルコメントもお届けします。詳しくはルミルミ公式 X をチェックしてください。いや、みんな X もいいねーと、好きだわーという声が一番ありますけれども、ブルースター来たーとかですね太めの声、そうっていう感じのことだと思うんですけども、どうでした今日、あの、のろねきと、はい、一緒にラジオやって、いや、もう相変わらず元気になりました定期的にのろさんのちょっと、あの、面白さを供給させていただきたいです。大丈夫ですか、鼻水ちょっとまたゲームもやってほしいんだよね。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ぜひお願いいたします。ということで、もう私幸せ満開、春満開の本日でございました山本彩花さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお願いします。よろしくお願いします。ということで、ここまでは野呂佳代と山本彩花がお送りしました。せーの、今夜もゆっくり休んでね。アジアツアーも頑張ってね。